江戸川乱歩緑衣の鬼金庫室の会丸の内の大同銀行は金融資本家の根城といわれる民間最大の銀行であるルネサンス風の荘厳な大石像建築の内部には本社のほかに 姉妹会社の大同信託の広い事務所があり地下には日本一を誇る大金庫室が設けられている S 村の海岸に緑衣の死体が打ち上げられたちょうど前日の夕方近く大同銀行の営業時間が終わって間もなくのことであった金庫室主任が二人の守衛と一緒に 閉店の見回りをするために地下金庫室の巨大な円形鉄壁の中へ入っていった通路に鉄格子の区画があって銀行業務用の金庫室信託業務用の金庫室と区分され円形大鉄壁に近い部分が一般保護預かりの貸金庫室になっている狭い通路を挟んで両側にちょうど銭湯の脱衣箱のように小さいのは机の引き出しぐらいのから 大きいのは三尺四方もある大小さまざまな四角な鉄皮がさもいかめしくずらりと並んでいる金庫室主任はその貸金庫を一つ一つ入念に見回しながら歩いて行ったが扉の表面に108と番号のある大型金庫の前まで来るとふといぶかしげに立ち止まった「おい変だね。 108号には薬品でも保管してあるのかい扉の隙間から何か流れ出してるじゃないかいかにもその三尺四方もある大扉の下の隙間から半透明のねっとりした液体がにじみ出ているそんなはずはないのですがね昨日までは何ともなかったのですから主任は指先で液体をそっと拭き取って鼻の前に近づけてみた おい君それを嗅いでごらん何とも言えない嫌な匂いだぜ薬品やなんかじゃないもっと動物的なものだなんだかひどく薄気味の悪い匂いだ守衛たちも天然に液体を指につけて嗅いでいたがその一人が真っ青になって恐ろしいことを言い出した「これは死人の匂いですぜ間違いありません私は子供の時にこれと同じ匂いを嗅いだことがある」 山の中で遊んでいて、ひょいと見つけた生き倒れの死骸でした。死んでから一ヶ月も経ったやつです。あの嫌な匂いは生涯忘れることはありません。それと同じ匂いですよ。この中にはきっと死人が入ってるのですよ。死体の匂いと言われると、他のお二人にもなんとなくそれらしく感じられた。保護金庫に死骸が入っているはずはないけれど、 こんなに液体が漏れているからにはいずれにせよ一度中を改めて見なければならないそこで金庫室主任は他の主だった社員にもその旨を伝え数人立ち会いの上用意の合鍵で108号金庫を開いてみることにした嫌にきしむ鉄扉をそっと開くと人々はあまりの悪臭に思わず逃げ腰にならないではいられなかった もう疑う疑ところはない確かに不乱した死体の匂いである金庫の中には波外れて大きなトランクが1個物も々のものしく置いてあっただが誰もそれに手を触れる勇気はない108号の預け主は誰だったかしら帳簿を調べてその預け主に電話をかけてくれたまえ主任が命ずると 一人の社員が階段を駆け上がっていったがしばらくすると妙な顔をして引き返してきた預け主は岩瀬幸吉さんですよほうあの麻布の大地主の岩瀬かいそうですところがその岩瀬さんに電話をかけてみると主人が電話口に出て保護金庫なんか借りた覚えはないというんです変だね預け入れはいつだったい先月の初めです 1> 1年間の契約になってますそのことも詳しく言ったのですがトランクを銀行の地下室などへ持っていった覚えは全くないという返事ですじゃあ仕方がない警察に立ち会ってもらってトランクを開いてみることにしよう君もう一度警視庁へ電話をかけてこのことを詳しく報告してくれたまえ大道銀行内にはたちまちただならぬざわめきが起こった 営の静止も聞かばこそ騒動を好む社員の群れが地下室の階段へと殺到した警視庁でもトランク詰めの死体とあっては聞き捨てにならなかったすぐさま緑井の殺人犯の事件が連想されたそこで木下捜査係長自ら係員を引き連れて大同銀行に出向くことになった木下氏は金庫室に入ると まず主任から前後の事情を聞き取った後で指紋係にトランクの乗前その他の指紋を検出撮影させた上いよいよそれを開かせることにした係長は十中八九その中の死体が代々木殺人事件の被害者童話作家の笹本静夫であることを信じていた彼は当時の笹本の服装もはっきり記憶しているもし死体が 例の黒いナイトガウンを着ていたらこのトランクの真の預け主は疑いもなく緑衣の殺人鬼なのだ三名の集英が腕まくりをしてトランクを床に下ろすと金槌で錠前を叩き壊し顔を背けるようにしてその蓋を開いた立ち合いの人々は化石のように身を固くして青ざめて声を立てるものもなかった あまりにも無残な光景を見たからであるトランクの中には案の定黒いナイトガウンに包まれた不乱して半ばドクロと化した見るも恐ろしい死体が横たわっていたやっぱりそうだこれは例の代々木の殺人事件の被害者だよ木下係長は一目見てトランクの蓋を閉じさせると 傍らり係官を顧りみてうなずきあったがやがて金庫室主任を捕まえて腹立たしげに質問した「あなた方はどうして気がつかなかったのですか新聞であれほど騒いでいたじゃありませんかたとえ犯人が岩瀬氏という大道銀行の預金者の名を語ってきたにもせよ預け入れのお日付はちょうど殺人事件の翌日だしそれにこの大型トランクに気づかるとはうかじゃありませんか」 主任は返す言葉もなく社員の一人を顧みて声をかけたこの預け入れに立ち会ったのは君だったね一つ説明してくれたまえすると指名された若い社員が一歩前に出て弁解を始めた僕は必ずしも気がつかなかったわけではありません新聞記事はよく読んでいたのです犯人は柳田一郎と偽名していること 赤茶けてもじゃもじゃの頭髪と右の方の大きな傷跡と緑色の背広服が犯人の目印であることなどはよく知っていたのですところがこのトランクを持ってきた男は黒い服を着ていましたし髪の毛はきれいに真ん中から分けてポマードでテカテカ光らせていましたし頬に傷跡なんかなくてよく手入れの届いた小さい口ひげを生やしていたのです犯人の人相書きとは似てもつかない立派な紳士でした それに大型トランクの預け入れは月に23度は例のあることですし預け主が銀行の得意先の岩瀬幸吉さんだったものですからつい疑ってもみなかったわけです聞いてみれば無理もないところがあったそれにしても緑衣の殺人鬼はなんと巧みに計画したものであろう人相が全く違っているところを見ると 彼には相棒があったのかもしれない銀行へはその相棒をよこしたのかもしれない銀行の金庫を死体の隠し場所に選ぶなんて実に傍若無人の振る舞いですね考えてみればこんな確かな隠し場所はありませんよ契約期間の1年間は預け主本人立ち会いの上でなければ我々にだって開けない規定ですからねあんな液体がにじみ出すようなことがなかったら1年の間 この死体は人目にかかからなかったわけですよ。金庫主任は最善の質問の返礼のように皮肉を込めて犯人の着想を褒め上げた木下係長も苦笑するほかはなかった「気違いはやっぱり気違いらしいずば抜けた手段を考えつくものだ知恵のある気違いほど恐ろしいものはない」とつくづく誕内ではいられなかった。 日中の日一方海岸の歴死体は協議の上直ちに県立病院に運んで解剖に付することになったがその結果を簡単に記すとすでに読者諸君も多方ご想像のごとく内臓や骨格による年齢の推定によってこの死体は夏目太郎に相当する若者ではなくて50歳前後の年配者のものであることが判明した。 これによって「応援発行などの創造説が裏書きされた殺されたのは緑衣の鬼夏目太郎ではなくてその父菊次郎であった死体の顔面がめちゃめちゃに傷つけられている点当の菊次郎が全く行方不明になっている点などを考え合わせると他に解釈の下しようもないのである夏目太郎は 人もあろうに実の父親を殺害しその死体に緑の洋服を着せてさも彼自身が変死を遂げたかのごとく見せかけようとしたのであったこの異常な修行によっても想像されるように夏目太郎は一種の精神病者であった全くの狂人というのではなくある場合は常人よりも鋭い知恵を示すことがあったけれど 精神異常の争えない証拠は彼の色彩への不思議な編集に見ることができたまだ罪を犯さない前の彼の住まいは何から何まで緑一色に塗りつぶされていた住宅ばかりではない着衣や持ち物はもちろん雇い人の老婆の白髪頭までが不気味な緑色に染め上げられていた彼がその z i プ p 夏目菊次郎を殺害した心理も この精神異常によって解釈するほかはなかった。いくら反目し合っている親子にもせよ、常人にこんな無残な所業ができるものではない。さて、事件はひとまず落着した。笹本静雄の死体も発見された。菊次郎の残死も今や確定的となった。殺人鬼緑衣の鬼も、 捜査網の撤廃されるまでにはおそらく姿を現すような無謀はしないであろう父は変死を遂げ子は殺人鬼となって行方をくらましているのだから夏目家には相続者とてもない始末であったがすべてのことは菊次郎の実刑菊太郎老人が残るところもなく取りさばいた菊次郎の葬儀も立派に営まれた東京の本邸は エ S 村の別荘とともに売却されたそして菊次郎の数千万の遺産はすべて同産に変えられひとまず実刑菊太郎老人が保管することになった唯一の相続人夏目太郎は捕獲されれば当然死刑は免れない重罪人である結局この財産は菊太郎老人の所有に帰するわけであった 彼女ゆえにこそこの数々の滞在が犯された遠の義恵さんは先には愛する夫を奪われ今はまた彼女の親切な保護者であった菊次郎の不幸に遭いこの世に一りぼっちで取り残されたのである差し詰め菊太郎老人が弟に代わって彼女の保護者になるほかはないのであった菊次郎の遺産処分の手続きもすっかり片づくと 老年金学者は吉江さんを伴って紀州の慶町へ帰っていったこの老人は学問が女房だと言って生涯独身で押し通している変わり者であった従って家族もなく四十をこした夫婦者の召使いと三人きりの暮らしなので吉江さんの身を守るのには少し心細いところがあったそれには新しく人を雇うよりはというので 菊次郎の秘書であった山崎青年を伴うことに取り決められた山崎青年の方でも失職の浮き目を見ないで済むのだから願ったり叶ったりであったいや失職ばかりではなかった彼の心の底にはもっと大それた野望が隠されてもいたのである京町の菊太郎老人のラボラトリーは古城のようにどっしりとした赤レンガの建物であった 家町の外れに昔三万石の殿様が城郭を構えていたという高台があってそのこんもりとした青葉の中に蔦を這わせた古風な赤レンガの洋館が絵のように陰見していたまあ素敵だことまるで西洋の中世紀の騎士の物語にでもありそうなお屋敷ですわね城山への坂道を上りながら よしえさんが簡単の叫び声を立てたのも無理ではなかった「本当ですね僕はいつか白来の石版画でちょうどこんな景色を見たことがありますよお嬢さんはここが初めてですか?」山崎青年の艶やかな顔が青葉の影に染まって唇が紅のように美しかった「いいえまだ小さかった時分二三度父に連れられてきたことがありますの このの坂道なんかも夢のように覚えていますわ。子供心にもここが本当に気に入っていたんだけどそれからおじさんと父とが不仲になってしまったものですから五六歩先を行く菊太郎老人の背中を見ながら吉江さんは小声になるのであった先にもちょっと記した通り吉江さんの父という人は病の多い放ら家で。 分配された祖父の遺産も瞬く間に当人し背負いきれぬ借財を残して創生したような人であったから自然兄たちにも疎んぜられ出入りもかなわぬ有り様であった父母の死後孤児となった芳恵さんは菊次郎に引き取られ養育されたのだが菊太郎菊次郎兄弟も全く気質が違っていたためにそう度々行き来していたわけでもなく芳恵さんは このの山へは14年ぶりであったのだ。いよいよそこへ着いてみるとこの赤レンガの邸宅はどうしてなかなか大したものであった石段のある玄関を入ると天井の高い薄暗いホール手すりに彫刻のある装飾階段奈良の彫刻ドア奈良で高い腰張りをしたどっしりとした書斎ルネサンス風の家具ちょうど 高い本棚にぎっしり詰まった貴重らしい古本石炭を燃やすことのできる本物の暖炉彫刻のある洋材マントルピースこの大きな邸宅に老人と召使い夫婦のたった三人暮らしとはもったいない話だしそれにこの簡素な老学級には立派すぎる住宅でもあったある日菊太郎老人は 問わしはこんな簡易生活をしているけれど亡くなった菊次郎おじさんと同じくらいのお金持ちなのだよお前も聞いてるだろうが私たちのお父さんつまりお前のおじいさんだねそのおじいさんは幕末の江戸で指折りの呉服問屋だったわしはそこの跡取りに生まれたのだが商売が嫌いで 遺産を独り占めにしてもどうにもしようがなかったものだからわしが発揮して財産を三人の兄弟に同額に分配することにしたのだ。ところがお前のお父さんの菊三郎は心がけが悪くその分け前を使い果たした上にひどい借財まで残して死んでいったが中の弟の菊次郎は兄弟のうちでは一番の商売人で真面目な事業に関係してまあまあ財産を増やした方だ。 わしはというと金を増やす道も知らない代わりに減らす道も知らない学問の費用なんて知れたものだから預金の利息だけも使い切れない始末でね自然とまあ元金が増えていって事業をした菊次郎の財産と何にもしなかったわしの財産と不思議なもので今ではほぼ同じぐらいあるのだよそこへ今度は菊次郎の災難であいつの遺産までわしの手元で保管しなければならない市議になった わしのような世間知らずにはあんまり嬉しくないおもりだてそういうわけでこの城山の邸宅は決して身分不相応のものではなかった不相応といえばたった二人の召使いや何の享楽も求めない無欲な独身老人の生活そのものがむしろその資産に対して不相応であった風景は美しいし 経済的には豊かであるし主人はこまごましたことには気を使わない学級だし召使いの夫婦者も土地生まれの撲突者であったしかかりうどには理想の家であったただ緑衣の鬼夏目太郎がいつ襲ってくるかもしれないという恐怖さえなければもう申し分はないのだが幸せなことにその反強人の殺人鬼はその後用として消息を絶ち その筋の手にも捉えられない代わりに吉江さんの身辺に伺かがいよる様子も見えなかったそして半年ほどの間というもの吉江さんは城山の青葉の中に本当に楽しい日々を送ったのであった楽しさはただ浮世を離れた絵の中の朝夕ばかりではなかったこの自然の風景は美しい男女にとって のの背景ともなったのである。今東京で探偵小説の原稿に追われている大江八甲がもしこのことを聞き知ったらどんなにか嘆くことであろうが乙女のようにう々しい家父の吉江さんとその保護者として雇われたアポロのように美しい山崎青年とがこの離れ島同然の山の上でこの美しい景色の中で いつしか恋愛遊戯にふけり始めたのは決して無理のないことであった手入れは少しも届いていなかったけれど赤レンガの邸宅を取り囲む城山の上の大地は自然の大庭園であった空を覆う胎児のもとには緑の雑草が茂って山よりが人を酔わせる方向を放ち秋ともなれば南国の果実が 緑樹をオレンジ色に彩るそこのステて石カシコの切り株が2人の甘いささやきの舞台であった見渡せばはるかの松林を越して紫に霞む海また一方には郷州に満ちた田舎町の屋根の向こうに波を描いてそびえる藍色の山脈そして小鳥が歌うのである夜は月光の美しさ その月光のもと夜露に光る草むらには秋の虫が泣きつれるのである菊太郎老人はいかに学級とはいえ朝夕を共にしている二人の間を気づかないわけにはいかなかった気づいてはいたけれど気に留めなかったこの自然科学者はそれを当然の成り行きと思い むしろ2人の仲が結ばれていくのを歓迎する気配さえ感じられたそれにはこういうこともあった山崎青年は少年時代から植物学に特別の興味を持っていたということで城山に生えている大樹から雑草に至るまでいちいちその名称を指摘して菊太郎老人を驚かせたほどであるがここに来てからは 主人の専攻する年金類にも関心を示ししばらくの間に老学者の話し相手にもなり助手も務めることができるほどになっていたたとえ吉江さんに護衛の必要がなくなったとしても菊太郎老人はもうこの青年を手放す気にはなれなかったそういう学問上のことばかりでなく性格も気に入った顔の美しいのまでが老人を喜ばせた もしかするとこの孤独の科学者は二人が結ばれていくのを待ち望んでいるのかもしれないそして血の続いている名の芳恵さんとその婿の山崎青年と彼の相続者に定めたい腹なのかもしれないさて夏も過ぎ秋も更けて彼らが城山に来て半年ほどたったある晩のこと芳恵さんと山崎青年とが打ち連れて 何か意気込んだ厳粛な面持ちをしてろう学者の書斎を訪れたのであった先生少しお話ししたいのですが今お差し支えないでしょうか山崎青年の常と違った少し震えているかと思われる声に老人は読みふけっていた書物から毛源らしく目を上げたそして白髪白禅に包まれた ダーウィンの肖像画を連想させる顔でにっこり笑いながら「別に差し支えもないが何か込み入った話でもあるのかね?と」ともう敏感にそれを感じて待ち受けていたように居住まいを直すのであったええ実は少し難しいお願いがあるのです山崎青年は軍人のように直立不動の姿勢になって言葉まで軍人口調に改まっている。 よほど言い出しにくいことに相違ない。よしえさんはというと、山崎の広い肩の陰に身をすくめて、まるで判決の言い渡しを待っている美しい罪人のようだ。言ってごらん。老人は二人に椅子を進めながら、二人の表情を、まるでこれから言おうとすることが、大きな文字で書いてでもあるような二人の顔を、じろじろと眺めるのであった。 今頃こういうことを申し上げては頭からお叱りを受けるかもしれませんまだ時期でないことは僕たちもよく知っているのですそれともう一つは僕としては身分をわきまえないお願いかとも思うのですけれど山崎青年は美しい顔も青ざめて一言一言に汗のにじむ思いをしているように見えた時期ではないのです 笹本さんの一周忌にもならないのですからでも僕たちの間に結ばれた気持ちを時期でないからといって先生に隠しているのに耐えきれなくなったのです無論私たちはやましい気持ちは少しもありませんただ心の問題なのですその心の秘密をご恩になっている先生に隠しているのがやましいのです分かった分かった老人は目で相手の苦痛な陳述を制止止めて 物分かりの良い微笑を浮かべながら訪ねたしかしそれは押し詰めていけば結局二人の結婚の問題になるのじゃないかねそれはそうです僕たちはもう後へは引けない気持ちになっていますでも結婚なんていう具体的なことは適当な時節が来るのを待ちたいのです今私たちが苦しく思いますのはそういう具体的なことではなくて心の問題なのです 私たちの心持ちを先生に内緒にしておくのが耐えられなくなったのです最初青ざめていた青年の顔にいつの間にか血が昇って美しく蒸気していた「よしえお前も無論同じ考えなのだろうね」老人の行師にあってよしえさんは乙女のように顔をわからめ差しうつむいて 可憐にうなずいて見せるのであった読者諸君諸君はこんな恋愛の話なんか緑衣の鬼の物語に何の関係があるのだろうと退屈がっていらっしゃるかもしれませんねしかしこの辺の出来事は物語全体についてなかなか重大な意味を持っているのですよく心に留めておいていただきたいのです後になって なるほどそういうわけだったのかとある深い意味に思い当たる時があるのですからですが作者はその恋愛談の場面もほんの序の口で中止しなければならないことになるのですなぜかというとちょうどこんな会話が取り交わされていた時まるで申し合わせでもしたように書斎の外に恐ろしいもののけが忍び寄っていたからです 読者の退屈ざましには本当にもってこいなのですがしかしかわいそうな吉江さんは今度こそ取り返しのつかぬ恐ろしい目に遭わなければならなかったのです菊太郎老人は吉江さんが恥ずかしそうにうなずくのを見るとしばらく考えていたがやがてわざと無愛想な口調になってしかし二人にとっては嬉しい返事を与えたのであった。 お前たちの気持ちはよく分かった。無論笹本さんの一周忌も済まぬうちに結婚の話などを決めるわけにはいかんが、お前たちがそういうことになったのを、わしは別にしかりはせん。わしはご覧の通り、そういう情愛のことには縁の遠い男だが、君たちの気持ちが推察できぬほどではない。まあ、ゆっくり考えておこうじゃないか。お前たちも早まったことをしないで、お互いにもっとよく考えるがよい。 生涯のことだからね先生ありがとう僕はお叱りを受けるのではないかと内心ビクビクしていたのですそれに多感の青年は涙ぐんでいるように見えた声も感激に震えていた吉しさんは何も言わなかったけれどうなだれている方に感謝の血がみなぎって見えただが 考えてみると恐ろしいことであった。よしえさんは悪魔の邪恋に見入られている身の上ではないか。前の夫笹本静雄はよしえさんとの恋ゆえにあの無残の死を遂げたのではないか。もし今夜の話がどうかして緑意の鬼の耳に伝わったならば、考えるだけでも恐ろしいことであった。ところが、その恐ろしいことが、 たたちまちま現現実となって現れたのだ。悪魔はこの書斎の話をちゃんと聞いていたのだ山崎青年の感謝の言葉が終わるか終わらぬうちに突然実に突然室内が真っ暗闇になってしまった「停電だよこの山の上は風が吹くとよく電線が切れるのでね」。闇の中から老化科学者の落ち着いた声が聞こえた。 だが3人のうちよしえさんだけは知っていた突然の消灯の次の瞬間にどんなことが起こるかをかつての恐ろしい経験によって知っているはずだった彼女はそうしないではいられぬように部屋の一方の窓を見たすると、はあ反応上そのガラス窓は明るかったのだ室内の電灯だけが消えて庭の常夜灯は故障もなくついていたのだそして見よ そのすりガラスの表面に朦朧と浮き上がった黒い影。もじゃもじゃに乱れた頭ではないか。釣り金マントのように裾広がりの人物ではないか。おじさん、あいつ、あいつよ。よしえさんのすすり泣くような劇場の声。その余韻を追うかのように悪魔の声が響いてきた。あの忘れることのできない八十歳の老人のしわがれ笑いが、 あるいは高くあるいは低くあざけるがごとく呪うがごとく書斎いっぱいに広がっていった3人のうちで山崎青年はさすがに勇敢であった彼は吉江さん主語の任務を忘れないで素早く闇の中をその窓へ駆け出していった誰だ割れるような一括とともにさっと勢い込めてガラス窓が開かれただが またしても緑衣の鬼の魔物のような早業だ。窓の外には遠くの常夜塔がぼんやりと立ち木の影を照らしているばかり、人の気配さえもないのだった。待て見えぬ相手に怒鳴りながら青年はいきなり窓を越えて庭へ飛び降りていった。老科学者もじっとしているわけにはいかなかった。 彼は下男のサスケの部屋に通じている卓上の呼び鈴を慌ただしく押しておいて窓に駆け寄り闇の中から山崎青年に声援した山崎君用心したまえ無鉄砲なことをしちゃいかん今サスケを呼んだから明かりが来るまで待ちたまえすると庭の木立ちの向こうから青年のいぶかり声が答えた不思議ですどこにもいません そんなに早く逃げられるはずはないのだが。だが、ちょうどその時、庭にばかり気を取られていた菊太郎老人の耳に、反対の後ろの書斎の中央から、妙な物音が聞こえてきた。老人はその不気味な物音を、後々までも忘れることができなかった。それは、二つの重い柔らかい物体がぶつかり合うような響きであった。 しかもその物体は生き物に違いなかった二色の激しい呼吸が聞き分けられた一つは太くたくましく一人は細く物悲しくおおじさんたった一言絹を裂くような細い鋭い悲鳴がほとばしたそして何かに口を押さえられでもしたようにばったりと途切れてしまったよしえどうしたんだ 老人が振り向いて窓を離れて闇の中を手探りで声したあたりへ進み寄った最善の物のぶつかり合う音も呼吸の弾みももう聞こえなかったひっそりと静まり返って書斎には老人自身のほか人のいる気配も感じられなかったよしえよしえどこにいるんだその声に答えた者は よしえさんではなくてドアからの一筋の光であったドアがさっと開いてまぶしい明かりが部屋の中へ流れ込んだ「おお s a s か早く入ってその辺を見てくれよしえがどうかしたのだ」「サスケは様子はわからぬながら何か陳事が起こったことを察して言われるままに書斎に入り手にした裸ろうそくを振り揺らしたおいよしえどこにいるんだ」 いくら見回してもその人の姿はなかった別に人の隠れるような場所もない隅から隅までろうそくで見回ってもよしえさんは影も形もなかった変だなあただた今声を聞いたんだがどこへも行く暇はないのだが老科学者にもこの不可思議を説く知恵はなかった お前ひょっと廊下でよしえと行き違いやしなかったか廊下へ出て行く暇があったとは思われぬけれどともかく訪ねてみないではいられなかったえいえ行き違いません廊下には誰もおりはいらしません佐助はきっぱりと言い切ったすると窓からかしら老人はまた窓のところへ走って行って外の山崎青年に呼びかけた おい、山崎君変なことが起こったんだよしえが見えなくなったんだ今誰かこの窓から出やしなかったかね山崎青年はもう捜索を諦めて書斎の方へ引き返してくるところだったいいえさっきから窓の方を向いて歩いていたんですが別に異常はありませんでしたよよしえさんがいないんですって彼はもう気が気ではないらしく飛ぶように窓を越えて室内に入ってきた そうなんだ。実に不思議だ。たった今声を聞いたのに、見たまえ、どこにも言いやしない。ドアから出て行かれたのではありませんかそれが不可能なんだよ。ちょうどその時分、このサスケがろうそくを持って廊下をこちらへ歩いていたのだからね。もしドアを開けて出て行ったとすれば、サスケに出会わぬはずはないのだ。窓からでもなく、ドアからでもないとすると、じゃあ一体どこから出たのです。この書斎には、 抜け穴ででもあるんですか山崎青年が怒りっぽく怒鳴ったバカなそんなものがあるもんかよしえさんよしえさん山崎青年はもうどうしてみようもなくむなしく恋人の名を呼ぶほかはなかった山崎君わしはよしえの救いを求めるような叫び声を聞いたんだがね妙なことにその叫び声がぱったり途絶えた誰かが口へ 手を当てでもしたように途切れてしまったのだ老人の白禅がろうそくの赤ちゃけた逆光線を受けて異様な影を浮かべ目ばかりがさも不気味らしく輝いて見えた「それじゃあこの部屋へあいつが入ってきたとおっしゃるのですか?そ」そんなこと全く考えられないじゃありませんか山崎青年は叫ばないではいられなかった。 彼自身怪物を追って窓から飛び出したのだ。それと入れ違いに怪物が書斎へ飛び込むなんて不可能なことだまあ聞きたまえ手で制して話し続けるその幽霊のようにひょいっと前へ突き出された手が向こうの壁に恐ろしく大きな影を投げた手先ばかりではない老人と青年と召使いのサスケの影は途方もない大入道となって 三方の壁から天井へと這い上がりろうそくの炎とともにメラメラと揺れていたまあ聞きたまえわしはよしえの叫び声を聞いたばかりじゃないあいつの息遣いの音をはっきり耳にしたのだ二つの体がぶつかり合う音がしたそれから二色の呼吸の音が聞こえたどうして入ったのかは全く説明できんがその時あいつはこの部屋にいたのだ よしえをさらっていったのだしかしそれは窓からではなかったまた廊下からでもなかったするとやっぱり書斎に主人の知らぬ抜け穴があるとでも考えるほかはないではないか君ろうそくをあるだけ持ってきたまえそれから気の毒だが町の警察文書までひとっ走りしてくれないか 山崎がサスケに言いつけると、菊太郎老人もそうするようにと言葉を添えた。やがて十数本のろうそくが運ばれ。書斎の中はほとんど伝統と同じ明るさで照らし出された。山崎青年はその光の中をせわしく、歩き回って書棚の書籍を取り除けてみたり、絨毯をめくってみたり、腰張り板を叩たたき回ったり、暖炉の中へ頭を突っ込んでみたり。 どこかに秘密の出入り口はないかと探すのだがそれらしい箇所は全く発見できなかった天井も床板も壁の腰張り板も昔風にひどく頑丈な造りで怪しむべき点は少しもなかった暖炉の煙突は狭くて到底人間の出入りを許さなかった書棚にも大デスクにも長い子にも別状はなかった不思議ですね うん、実に不思議だ老人と青年とは呆然と立ちすくんで顔を見合わせるばかりであったまもなく町の警察署から係官がやってきてさらに大掛かりに綿密に書斎の捜索を繰り返したが結果は山崎青年の場合と同じであった少女のうちに夜が明けて太陽の光の下で 三度目の捜索が行われた邸内から城山の大地はもちろんその周囲の広い範囲にわたって大捜索陣が張られたしかし緑衣の鬼も吉江さんもその足跡もその遺留品もその気配すらも感じられなかった人間一人いや正しく言えば人間二人密閉されたも同然の室内から 人玉かか何ぞの期待のように全く消えうせてしまったのであった我々は緑衣の鬼の事件では一切ならず人間消失の怪事に出会っている一つは竜ホテルの客室で二度目はム村水族館の通路でそして三度目がこの城山の怪異事件である同じことが繰り返される間にも 一度は一度と、その内容が複雑化し、不思議に不思議が加わっている。ことに今度の場合は、今まではいつも消え失せる人物が一人であったのが二人に増え、闇の中とはいえ、老化学者の目の前で、大胆にも格闘の物音さえも立てながら、しかも何という手際であろう、あっという一瞬の間に、大きな人間が二人まで煙のように消え失せてしまったのである。 不可能が行われた。夢か怪談としか考えようもないくらいだ。精神異常者夏目太郎には何か正常人には想像も及ばない地獄の魔力が備わっていたのであろうか。だがここは童話の国ではない。我々は怪談を信ずることはできない。いかに不可能に見えようともそこには何らか可能の手段が残されていたのに違いないのだ。悪魔の知恵は 人々の盲点につけいって手品以上の手品を使ったのに違いないのだそれにしてもかわいそうな吉江さんは今頃どのような浮き目を見ていることであろうか恋人の山崎青年は半狂乱の体であった恋人ならずとも老化学者夏目氏も慌て惑わないではいられなかった、はああ乗り過ぎ竜兵がいてくれたらなあ この悪魔を征服する奴は、あれの他にはないのだ。あの男を探し出すことができたらな。老科学者は、またしても、ノリスギリュウヘイという異様な人物の名を、まるで救いの神ででもあるように、しきりと呟くのであった。蔵の中。よ江さらわれた。すぐおいでこう。 その説お話しした乗杉竜兵を発見するためあらゆる手段を尽くされたし一切配備探偵作家大江八甲は和歌山県桂町の夏目菊太郎氏からの電報を読んで朝寝坊のベッドを飛び起きたのであったあれからもう半年もたっているけれど彼は芳恵さんの面影を 一日ととして忘れたたことはなかったその当座はしきりと手紙を書いたもし吉江さんが誘ってくれたらどんな仕事も売っちゃって紀州の果てへ出かけていくつもりであっただが吉江さんからは彼の手紙の五通に対して一通ほどのしかも至極簡単な礼儀ばかりの返事しか来なかったそして二人の文通はいつしか途絶えてしまっていた すげない返事にこちらばかり手紙を書くわけにもいかなかった。京町へ押しかけていきたいのは山々であったが、彼にはそれを実行する勇気もなかった。なぜよしえさんからの文通が途切れがちであったのか。それは彼女が恋をしていたからである。山崎青年への激しい情熱の虜となっていたからである。 八甲はまだしもそれを知らないのが幸福であったその忘れる暇もない吉江さんの返事の知らせに八甲は心乱れないわけにはいかなかったすぐに出かけようだが面倒な注文があるぞ乗り杉竜兵を連れていかなければならない乗り杉竜兵という怪人物については半年前夏目菊太郎老人に別れる時 すでにその行方捜索を頼まれていてい実を言うとその後彼の隠れ家の見当もほぼついていたのであったそれを発見して八甲に伝えてくれたのは別人ならぬ折口幸吉であった読者諸君はこの物語の冒頭代々木の笹本静雄の家であの惨劇を発見し緑衣の鬼のために殴打根とせしめられた。 若き帝国日日新聞記者を記憶されるであろう大江八甲は乗りぎ竜兵捜索のことをそういう仕事にうってつけのこの社会部敏腕記者に依頼しておいたのだがつい半月ほど前その隠れ家が分かったからいつでも都合のよいりに一緒に訪問しようじゃないかという吉報を得ていたのであった八甲は卓上電話を取って帝国日日新聞社を呼び出し 折口を尋ねると折りよく在車していて元気な声が聞こえてきた突然だがね今紀州から電報を受け取ったんだ笹本義江さんがまた例のやつに誘拐されたというのだよ夕べの出来事らしいうんそれについてねほら乗ぎ龍平ねあの人のところが分かったということだったがすぐに会えないだろうか ああ、奴とうとう現れたんだね。また例の魔法だろう。一体警察は何をしてるんだ。呆れるね。ああ、乗りすぎ竜兵会、分かったよ。実はね、二三日前僕会ってきたよ。聞き死に勝る鬼人でね。しかし恐ろしい男だ。なるほど、名探偵だったに違いないと思った。よしえさんの事件には大変興味を持っていたよ。僕から詳しく経過を話しておいた。君のことも無論話したさ。 夏目菊太郎氏のことはよく知っていた一度会いたいなんて言っていたそいつは好都合だったねじゃあ君手が空いていたら案内してくれないか僕は乗り過ぎ氏を紀州の現場へ堂々したいと思うんだそうかいそいつは面白くなってきたねよし今から君のところへ行こうそれまでに外出の用意をしておきたまえ実は乗り過ぎ氏に23日うちに君を連れて行くと言っておいたから 今頃は先方でも待っているかもしれない。電話を切って身近くを済ませたところへ、玄関にエンジンの音がして、折口幸吉が女中に喋っている大声が聞こえてきた。僕は車の中に待ってるから、早く来るようにって言ってください。新聞記者常習の武作法である。女中の取り継ぎを待つまでもなく、八甲は帽子とステッキをつかんで、 門外の自動車へと駆け出していった「池袋の近くの N 町だ」「八甲が乗車すると折口記者が運転手に命じた」「新聞社お抱えのクライスラーが緩やかに滑り出した」「車が走っている間に乗り過ぎ竜兵という怪人物について簡単な知識を得ておこう」半年以前 夏目菊太郎氏が八甲に語ったところによると、乗りすぎは夏目氏と同じような市政の一学級であった学位もなく、学伐も持たず、はっきりした専攻の科目があるわけでもなく、いわば雑学者であったが、体系を持たぬ代わりに、特殊の部面に深く入っていて、例えば薬物学、ことに毒物学とか、心理学、ことに犯罪心理学とか、 世界犯罪史などでは普通の意味の学者には及びもつかぬ造形を持っていた今から5年ほど以前彼はどうした気まぐれか警視庁捜査課に平刑事として就職したことがあって在職わずか半年ほどの間にその頃迷宮入りを伝えられていた難事件を片っ端から解決して当局者をあっと言わせたことがあったそれらの華々しい手柄は 世間には一刑事乗杉隆平の功績としては伝わらず時の捜査課長坊氏が思わぬ儲け物をしたのであったが当局者はもちろん裏面に通じている少数の人たちには乗杉の偉大さが分かりすぎるほど分かっていたその名探偵がわずか半年の勤務で辞表を郵送したまま行方不明になってしまった時には 彼の才能を惜しむのあまり警視総監直接の指示で行方捜索が行われとうとう隠れ家を発見されてかつて前例のない高級で警視庁職宅にと混亡されたほどであったが彼はがんとして応じなかった極端なわがまま者である夏目菊太郎氏はある事情からこの乗りすぎの名探偵ぶりを致出していた 全国警察の名刑事と民間探偵と束にしてかかっても一位乗ぎの名地と敏将と花壇には遠く及ばないことをよく知っていた学者としても薬物学の特殊の問題について論争したことがありある時は乗ぎが城山の夏目邸を訪問さえしているほどで3年ほど以前には非常に親しく文通し合う間柄であったそれが いつのほどにか居所が変わり文通が途絶え学術雑誌の編集部に問い合わせても現住所が分からぬという始末になり鬼人乗り過ぎは完全に世間から姿をくらましてしまったのであったよしここだその広場のところで止めてくれ車はいつしか N 町の寂しい屋敷町に差し掛かっていた 池垣をめぐらした邸宅と邸宅とに挟まれて、三百坪ほどの雑草の生い茂った空き地がある。その空き地の真ん中に、まるで焼け残りでもしたようにポツンと立っている古い土蔵が見えた。あそこだよ、あの土蔵が乗ぎ氏の住まいなんだよ。車を降りた大江八甲と折口記者とは、道もない雑草の中を土蔵へと近づいていた。 ひどくくすぶった土蔵だね火事でもあったのかいうんそうらしいんだ住宅の方はすっかり焼けて土蔵だけが残ったんだねそれを乗りすぎ氏は土地ぐるみ借りているんだよ広い草原の真ん中にポツンと立っている土蔵が気に入ったらしいんだ一人っきりの簡易生活だからね土蔵一つあれば十分には違いないよなるほど変わり者だね先生そこで自炊してるのかい 自炊って言ったっててた煮きをするわけじゃない。冷や肉とパンとサラダの葉っぱとブドウ酒だけで済ませているんだそうだそして一体何をしてるんだいあんな土蔵の中で本を読んだり科学の実験をしたりさそうでない時はあの檻のような薄暗い土蔵の中で白日夢でも見てるんだろうよ何にしてもひどい変わり者さ 膝を応募する雑草にズボンの裾を汚しながらやっと土蔵の前にたどり着いて入り口の厚いドアを開き案内をこうたが薄暗く湿っぽい土蔵の中はがらんとして人気もなくいくら呼んでも答えるものもない「留守らしいねしかし構わないだろう。上がって待ってようじゃないか遠くへ出かけるはずはないんだから」。口は新聞記者のしズズしさを発揮して、 ののこのこと上がっていく。八個もしかたなくそのあとに従った2階のある広い土蔵であった窓は鉄格子のはまった小さいのが2か所についているばかり映画館へでも入ったような暗さだ見回すと薄暗がりの中からぼんやりと洋書の金文字が浮き出してくる大きな書棚だ 一方の壁には仕事台のようなものが作ってあってその上にチカチカ光るガラス機がいっぱい並んでいる試験管レトルトビーカー大小さまざまのガラス瓶顕微鏡まで揃っている「駆けようじゃないか」木製の壊れかかった椅子が2脚。めいめいにそれを引き寄せて腰を下ろした気が落ち着くにつれて穴蔵のような静けさが身にしみる。 想像って嫌な気持ちだね耳鳴りがするぜうん耳鳴りが聞こえるほど静かなんだ陰気だねこれは人間の住む場所じゃないね宝物かなんかしまっとくところだよしばらく待っても主人の帰る様子はなかった遅いねうんだが八甲はふと聞き耳を立てるようにしておい君 ちょっと静かにしたまえ、何か聞こえやしないこの土蔵には僕たちの他に誰かいるんじゃないかしらどうも最前からそんな気がして仕方がないんだ。ほどかしちゃいけない。誰もいいやしないじゃないか。聞きたまえほら、音がするだろう耳鳴りじゃないよ。そういえば変だね。二階かしら。二階かもしれない。上がってみようか。二人は、 まさかあんなものを見ようとは想像もしていなかったので多少薄気味は悪いながらも二階の物音を確かめてみる気になった足元も定かならぬ狭い階段をおずおずと上がっていくと二階は一方の窓が閉めてあるらしく一層薄暗かったが物の形の見分けられぬほどではない階段を上がりきってそっと見回すと 一方の空いている鉄格子の窓を背景にして人間の頭部のシルエットがあった頭髪が異様にもじゃもじゃと乱れているのがぎょっと2人の記憶をよみがえらせたもう足がすくんでしまって身動きする力もなかったあれだあいつがここにいたのだどうして感づいたのか先回りをしてここに待ち伏せしていたのだ そして今にもバーッとお化けの顔を覗かせようと時期を狙っていたのだ。その黒い影は二人の気配に気づいたのか、突然ひょいと振り向くとそろそろとこちらへ歩み寄ってくる様子だった。赤ちゃけたもじゃもじゃ頭、頬のものすごい傷跡、緑色の背広。見舞いとしてもその一つ一つが眼底に焼き付くように入ってきた。 そればかりではない。その者は低い低い笑い声を立て始めた耳の底に残っていて忘れようとて忘れることのできないあの笑い声80歳の老人の低いがゆえに恐ろしいあのきしむような笑い声だがどうしたのであろういつもはだんだんかすかになって消えていく笑い声がそれとは反対に 徐々に声高くなっていつしか若者の快活な笑いと変わっていたははははびっくりすることはありませんよいくらあいつだってそんなに機敏じゃありません僕ですよお尋ねくだすった乗りすぎですよなんだ先生でしたかしかしどうしてそんなへんてこな風をしていらっしゃるのですまさか僕たちを脅かすためじゃありますまいね 折口記者がすっかり元気づいた声で尋ねた「いや失しっけいしっけいどれほど僕の変装がうまくいってるかちょっと試してみたのですよまあ今の様子では球大だったらしいね頭髪から頬の傷跡まで緑衣の鬼とそっくりの乗りぎ氏はのそのそと階段を降り始めた」「二人ともそれに促されて開花へ引っ返しながら 折口は大江八を紹介した大江さんのお名前はよく知っています小説も読んだことがあるし今度の事件のお働きは折口くんの話ですっかり聞いております話しながら3人は科学実験台の前のボロ椅子にそれぞれ腰を下ろした八甲が電報の内容を告げて和歌山県の京町へ出向いてほしいという夏目市の依頼の趣を伝えると 杉氏は案外にも即座に承諾を与えたのである他ならぬ夏目老人の依頼とあってはいかぬわけにはいきませんそれにこの夏目太郎という反基違いの殺人事件にはひどく僕の気持ちをそそるものがあるのです新聞も注意して読んでいましたし折口君から必要なことは大体聞かせてもらいましたご覧なさいこれが新聞の切り抜き これが折口くんの話を筆記したノートですよ。森杉氏は机の引き出しから一束の新聞切り抜きの綴りと一冊の手帳を取り出してそのページをパラパラとくってみせた八甲は薄闇の中でパクパク動く森杉氏の口元を眺めながら悪夢でも見ているような変な気持ちに襲われないではいられなかったはかちゃけたもじゃもじゃの髪 恐ろしい方の傷跡見れば見るほど悪魔の形相であるこれが本当に乗りすぎという人物なのかしらもしかしたらこいつはやっぱり緑衣の殺人鬼で我々の裏を書いてこんなお芝居をやっているのではないかしらするとその疑惑に答えるかのように乗りすぎ氏が言葉を続けた「僕には妙な癖がありましてね」 昔犯罪事件に関係した頃これという犯人の目星をつけますとねまずそいつとそっくりの風呂をしてみる顔なんかもできるだけその男らしいメイクアップをするのですお分かりですか僕自身が犯人の心持ちになってみるんですそれには体からして相手とそっくりに変わってみなくてはいけないするとね妙なものですね犯罪者が僕に乗り移ったようになって おのずとそいつの心持ちまで分かってくるのですよ。ああ、そうおっしゃれば、僕はそれと同じ捜査哲学を何かで読んだように思います。江戸がポーでしたかしら。八甲が乗杉氏の心理主義に興味を感じて言葉を挟む。ええ、ポーの盗まれた手紙という小説にあるのです。僕のはあの小説のおはじき小僧のやり方を、 もっと具体化してみたまでですよことに今度のようにもじゃもじゃの髪の毛頬の傷跡緑色の洋服とあり余る特徴を持った犯人にはなかなか効果があると思うのです今ちょうどそれをやっていたところなんですよそしていろいろと得得するところがありましたのりすぎ氏は言い終わって悪魔の顔をぬっと前に突き出し頬の大きな傷跡を引きつらせて にやりと笑うのであった彼はこの事件によほど乗り気らしく噂に聞いた気難しさなど少しも見えずなかなか愛想が良いのである今までの2度の誘拐には幸いその都度うまい具合に芳枝さんを救い出すことができましたがそれはまあ僕の幸運みたいなもので夏目太郎の本当の心持ちもあいつの得体の知れぬ妖術の秘密についても少しも分かってはいないのです。 その秘密が分からなくては犯人を捉えることもできないと思うのですがそうですあなたの探偵法の欠点がそこにありましたまずその大秘密の奥測をつかなくてはならないのです現れているものばかり見ていてはいけない現れていないものを見なくてはいけない例えばですねこのカツラだこの傷跡の作り物だノリスギ氏は言いながら もじゃもじゃの赤毛のかつらをすっぽりと引き抜き頬の傷跡と見えていた精巧なゴムの一辺をむしり取って両手でつるっと顔をなでると口座の百面相のようにその要望が全く一変してしまった「西洋悪魔みたいに角型にはげ上がった大きな額黒々としたゴブ狩りの頭髪細いけれどもよく光る目平べったい花」 小花の脇の深いしは熱いけれども引き締まった唇試策に鍛えられた四十男の味のある顔が現れた犯罪というものはいつもこういうかつらや作り傷で変装しているものですそれを剥ぎ取った本当の顔を見なくてはいけないしかし先生夏目太郎は生まれつきああいう髪の毛を持ってるのですよ また頬の傷跡だって今から45年前に不良少年と喧嘩をしてつけた傷だということが誰にも分かっているのですよ堀口記者が乗ぎ氏の言葉を単純にとって真っ向から反発したいやいや僕は何もそういうことを言ってるのじゃない犯罪事件全体の変装ということを考えているのだまた君が今言われた犯人の特徴にしても その特徴が動かしがたい本物であるからこそ、かえって我々はそこに深い注意を払わなくてはならないと思うのですよ。先ほど先生はそういう変装されて何か悟るところがあったとおっしゃいましたが、それはどういう意味でしょうか。この事件の現れていない秘密というようなものをお気づきになったのではありませんか。八甲はこの鬼人の不思議な威力につい、 先生と呼ばないではいられなかったそうです僕はあなたのように事件の家中に入っていないだけに少し目が見えるのかもしれませんもし僕の想像が当たっているとするとこの事件は表面に現れているような生やさしいものではありませんよ僕は20年来犯罪の研究を続けているのですから犯罪というものが何であるかを大体知っているつもりですがこの僕が その緑衣の鬼の事件には何かこう身のすくむような怖さを感じるのです。本当を言うと恐ろしいのです。ひょっとするとこれは日本にも西洋にも犯罪史上に類例のないような事件ではないかと思うのですよ。冷え冷えとする土蔵の中の夕闇のような薄暗さが乗杉氏の重々しい口調を一層重々しく不気味に感じさせた。 僕なんかは表面に現れているだけでもほとんど犯罪史上に例がないように感じているのですがその奥にもっと恐ろしい秘密が隠されているとおっしゃるのですかそうですよしかしこれは僕の机上の推論に過ぎないので僕自身その真相を確かめてみるまでは断定もできないしあなた方に僕の考えをお話しすることも避けたいのですですが大江さん あなたはこういう疑いを持たれたことはありませんか犯人夏目太郎は果たして世間で言われているような一強人に過ぎないかどうかということですそれはたびたび疑いましたしかし彼の所業は狂人と考えないでは説明のできない節があるのです例えば笹本静雄を殺害した気持ちは常識でも判断できないことはありません しかしその死体を銀行の金庫の中へ隠すなんて仕草は常識以上です。またあいつは本当の父親を殺しているではありませんか。別にこれという理由はないのです。夏目菊次郎氏はなかなか正義感の強い人でしたから、多分あの海岸の洞窟の中で息子の罪を責め、自首を進めたに違いありません。味方と思った父親さえも敵であることを知って、 劇場のあまりあの残虐な所業をしたのでしょうがそれにしても実の父を手にかけるなんて常人には考えも及ばないことですまあそれはいいとしてもそのお父さんの死骸に自分の緑色の洋服を着せて海中に投げ入れ夏目太郎自身が死んだ体に見せかけようとするなんて実にバカバカしい子供騙だましじゃありませんかこういう点にあいつの精神錯乱が暴露していると思うのです あああなたはまだものの表面しか見ていないのですそういう狂人の所業としか考えられない事実にこの事件の一番恐ろしい秘密が隠されているのだとは思いませんかそれにはもう一つ裏があるのだとは考えませんかこの犯人はたびたび密室の中で煙のように消え失せていますねそしてあれだけ大掛かりの捜査もおくぐり抜けて もう半年以上も世間の目をくらましていますね。これが狂人などにできる芸当でしょうか。お父さんの死体に緑衣を着せて海に流す子供だましと、この倒壊の心憎いまでの巧みさと、なんという奇妙な対象でしょう。なんというへんてこな矛盾でしょう。鑑定術の一つのコツは、このような不思議な矛盾にその推論の焦点を向けることです。いつもそういうところにこそ、 秘密の鍵が隠れているのですね大江さんそうは思いませんか大江八甲も織口幸吉も乗杉氏のこの暗示を直ちに理解することはできなかったしかし後日になってこれらの言葉がそのまま事件の真髄を語っていたことを知った時の彼らの驚きと異形とはどれほどであっただろう 僕には何よりも一番不思議に絶えないのはあの逃げ道のない部屋の中で手の届きそうな間近にいて突然かき消すように姿をくらますあいつの魔法ですが先生はこれについて何かお考えが終わりでしょうか八甲は相手の自信たっぷりな応対に少し自負心を傷つけられて悔し紛れにいくら何でも机上の推理だけではこれには答えられまいと 最後の切りり札を持ち出したたつもりであったところが奥底の知れぬ紀杉氏は少しも困惑の色を示さなかった無論その点を無視してこの犯罪を考えることはできませんいやそれどころか僕の推理の出発点は他でもないあの犯人の魔法そのものにあったのですいかに狂人の病的な魂だといって 物理学の法則を破って行動することはできません。犯人にはどうしてあの全く不可能なことが可能であったか、そこにこの事件のもう一つの大きな鍵があるのだと言ってもいいのです。しかし僕はその秘密を今あなた方にお話しするわけにはいきません。僕の結論というのはほとんど想像もできないほど恐ろしいものだからです。その結論は大江さん あなななたをどんなにびっくりさせるかからないかわららいです僕自身確証を握るまではいたずらに人の心を騒がせることはしたくないのですこの思わせぶりな言葉が何を意味するのか知る由もなかったけれど彼はそれを言いながらじっと八甲の目の中を見つめてニヤニヤと微笑するのであった八甲は何かしら心の中を見透かされたような感じがして 思わずぎょっとしたがそれが何事であるかはしばらく後までわからなかったわからぬながらに乗りすぎという人物を薄気味悪く思わないではいられなかったできるだけ早く出発したいと思います僕の推察が当たっているとすると危険は目の前に迫っているのです一刻も猶予はできませんもしお差し支えがなかったら明朝飛行機で立とうではありませんか そして大阪まで行ってそこから京町の近くまで汽車があるはずです明日の夕方には先方につけるでしょうこちらから申し出るべき旅程のことまで乗り過ぎしに先手を打たれて八甲はいよいよ面食らわないではいられなかった